こんにちは、心理カウンセラーの高森です。風邪をひいていないのに体がだるくて頭痛もひどい、人前に行くと吐き気がするという症状が結構長く続くということがあります。で、病院に行っても風邪とは言われない、でも自分としては風邪がなかなか治らないみたいな感覚になっておられるというケースですね。で、これは一つの可能性としてうつの症状ということもありえます。実際こういったことを訴える方多いですね。病院に行っても風邪という形にはならないんですよね。要は神経が興奮してそういう状態が起きているということですから、これメンタル的にコンディションを整えていくという形でないとなかなかこういった症状を取れていかないということが多いですね。しかもこれが出ているというのはかなりコンディションが落ちていますので、すぐに良くなるということはなかなかないですね。こうずるずるとこう風邪のような症状というのがずっと続いていて、そこから回復するのに時間をかける、そういう過程になることが多いですね。これは要は風邪ではなくてある種うつの症状という可能性がありますし、腰を据えてその辺に取り組んでいくということが大事なケースが多いかなというふうに思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画の下にメンタル不調を予防する感情チェック&アドバイスという無料サービスのリンクが貼ってあります。よろしければご利用になってみてください。